どうも、旧世界マドです。おやしゃ、二十歳。おへそ。どこにつけてるのというわけでですね、今回マズラビジョン、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を呼んでおります。お願いします。ナイスチューブ。ミスター関、出産シーン。カオスすぎた。今回の都市伝説は、イギリスで検討されている18歳の国民を対象とした兵役の復活。欧州で再注目されている徴兵制だけども、裏では日本も動き出しているので。というわけでですね、今回その兵役の復活について触れていきたいと思います。2024年5月、イギリスのスナク首相は、イギリス紙メールオンサンデーに寄稿し、18歳の国民を対象に、12ヶ月間の兵役の導入を検討すると表明したのよ。強制的な徴兵制ではなく、兵役はあくまで複数の選択肢の一つで、警察や消防、医療機関での社会奉仕活動も選べ、4月4日の総選挙で保守党が勝利した場合、制度化を進めるというのね。ぶっつけ本番でいいじゃん。バカ野郎か。ただ保守党は支持率で最大野党、労働党に大差をつけられており、この制度が実現するかどうかは今のところ不透明なのに。ぶっつけ本番だったら、例えばですよ、そこら辺の運動もしたことないやつら全員を読売ジャイアンツに入団させてソフトバンクと対戦するみたいなもんですよ。企業崩壊した。そしてイギリスの徴兵制は1960年に廃止され、現在は志願制だけども、ロシアのウクライナ侵攻に伴う欧州の安全保障環境の悪化を受け、最近はイギリス陸軍幹部たちから事実上の兵役復活を求める声が上がっていたのよ。イギリスでは兵役への抵抗感が根強く、調査会社の1月の世論調査では、40歳以下の成人の 38% が戦争が起きても兵役を拒否すると回答してるのよ。そしてヨーロッパ各地では長く停止していた徴兵制を復活させたり、兵役の対象者を拡大したりする動きも広がってるのね。ドイツで兵役再開の是非が議論されているほか、すでに再開した国もあるのよ。ウクライナ侵略を続けるロシアへの警戒感に加え、 NATO の同盟国である米国への信頼低下が背景にあるというの。外交官偽物すぎる。ドイツではかつて18歳から27歳の男性を対象に原則として兵役が義務付けられていたけども、2011年に停止され、現在は軍の定員割れが常態化してしまってるのよ。兵役の停止について誤りだったとした上で、徴兵制を維持している北欧諸国の兵役の仕組みに関心があると表明し、何らかの形で義務的な兵役の再開を目指す意向と見られてるのね。スイスさんはね、ディープエル使うタイプの外交官。あ、そうですか。うん、これでね、何度かで、ね、焦げたことが頭悪すぎた。そしてすでに徴兵制がある国でも制度の強化と拡充の動きが見られていて、デンマークは今年3月、2026年から女性を徴兵対象に加えると発表しているのよ。徴兵制は18世紀末のフランス革命時に革命政府が導入したのが始まりとされ、第1次第2次大戦期にはアメリカ、イギリス、ドイツを含む多くの国で国民に兵役を義務付けたの。そして憲法改正や緊急事態条項のあり方が騒がれる今の日本に、今後徴兵制が絶対にないとは言い切れなくなってしまってる。未来ある子供行った方がいいわ。クズ野郎だ。日本では1873年に兵役が導入され、1945年の終戦まで続いたけども、その後廃止されていたの。しかし岸田首相による防衛費増税が明らかになって以降、 SNS 上では徴兵制のハッシュタグのワードが拡散されているのね。明治時代から約140年間、日本での成人年齢は20歳と民法で定められていたけども、この民法が改正され、2022年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に変わったのよ。選挙権の年齢を引き下げるために18歳が成人とされたけども、本当の狙いは別にあったのかもしれない。もうっていうことだよ。兵隊をなるべく多く集めるために、この成人の年齢っていうのが変わったってかもしれないですよ。うわあ、じゃあもう未来ある子供言ってくよ。カッパンとかやってんだろ。お前が率先して。クロシューという字は今日。取材には一切応じない異様な雰囲気を醸し出している。私何にも知らんから、そんな関係ないっていう。命を取られてしまうと噂されている。なんで知ってんの？動画撮ったりとか。ああ。